はい、5月の24日水曜日、エミューの世話行きます。意外とさ、ピンマイクなしでもさ、うん、音声ちゃんと入る。入ってます。あ、よかった。っていう名前なんだい。いいちゃんの方が人慣れが早いのか。影響下で強いね。怖いね。ごめん。風が強くてあそこの屋根が弾き飛びそうだ。ちょっとね、急接近できると思ったんですけどね、風に邪魔されましたね。健康少女みたいな。寝てる子、うんうん、もうちょっとのところでね倒れそうだったんですけど、あ、まだ風でね、風、風でさ、あっちの屋根がガタガタいって驚いて立っちゃった。怖いね。風の音怖いね。タラップちゃん。タラップちゃんがよく見つけます。聞こえるかな？このポコポコ言ってる重低音。スリーショットだ。
メか。まだダメだ。今日僕もこういうのは来れたんだから。なぜやめてくれ。やめてくれ。つなぎは同じだよ。つなぎは同じだけど身長が違う。身長なんかでかいぞ昨日よりみたいな。あ、いやいや、それ山田さんと入った時はね、思わなかったんで。なんでいいね。それかボコボコは威嚇ではない。だと信じたい。ダチョウのメスのさ、うん、フォーっていうのはさ、あ別に威嚇じゃない。威嚇ではない。鳴かないね。なんでイリちゃんは鳴かないんだ。はい、慣れるまでには時間がかかりそうだ。はい、ということで5月25日のエミューの様子でした。はい、じゃあねー。